ああこれはゴジラ通りっていうんだ、ここ。そうですね、メインの。もともとゴジラ通りって名前じゃないですか。いや、なんかですね、あれができてからですね。すると早速、こちらですね。絡まれましたよ、早速。絡まれました、何やってんだ、ね、ね、ね、何やってんの、何やってんの、怖い怖い怖い。星のマークの帽子の方に、ない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 、何やってんの。今振り返ったら喧嘩になります、これは、ね、確かに。 See you。 ほんまや。備えていた回避ギャグは不発。やれよ。ゴジラ通りからちょっと脇通って、ちょうどここが、え、まあ、アングラーポイントだか、天下一品の前がですか。ここの前ですね。あ、ここ、うん、はい、え、ここで僕が初めてヤクザの写真を撮った。すごい思い出。一つ目のアングラスポットはゴジラ通りにあるラーメン店、天下一品の店先。25年前、ここでヤンさんが撮った初めてのヤクザ。はい。めっちゃヤクザや。かっこいいな、ちょっと。あれでもなんか一番右の人、これニューヨークさんじゃない、これ。ライセンスの井本さんか、ニューヨークさんか。これ1枚目でもこっち向いてるじゃないですか。写真撮らせてとか言ったってことですか。最初はね、怖くて声かけられなかったけど、はい、その日帰ったらね、眠れなくなっちゃって。怖くて声かけられない自分に腹立ってね、うん、それで1週間後にまだ来たらね、まだ同じフックスで来るんですよ。一発殴られてもいいから声かけてみよう、まあ、心よく意外と、うん、あ、いいよと簡単に言われちゃって、じゃあやっぱこの辺はヤクザの方がよく通られる。この辺だけじゃなかったんですね、もうこの街全部、うん、あ、もう街中全部。ヤンさんも危険な。ヤクザ最盛期の歌舞伎町には200の組事務所、およそ2000人の構成員が存在。暴力団排除条例が施行される2011年までヤクザが集団で堂々と闊歩していたという。撮った写真は見せられたんですか。そうですね、次の週にまだ持ってきたんですよ。持って行って、そしたら気に入られてね、お前いい写真撮んじゃねえかっつって、じゃあ今度ね、うちの事務所に来いと、いろんな人紹介するからって言って行ったんですよ。その事務所にお邪魔して撮った写真が、うわうわ嘘みたいな写真ですね。そう、入り口をチェックしてるんです。そうですよね、これ。そんな話を。びっくりした、出た。これ本物ですか。本物ですか。いや、偽物でしょ。ああ、偽物か。いや、偽物でしょって言うしかない人のやり方。ああ、なんかめっちゃいい、これ。あ、でもこれ小指、小指あるのか。自分の指が入ってるんですよね。なんやワンカップ大関かと思った。本当にあるんですね、その小指詰めるみたいな。何割なんすか。自分も分からなくて、切った指は捨てるんですかって言って怒られちゃったよ。いや、そうですね。違うよと。うん、そしたら棚開けたら、こんなにわーって出てきて。保存してる意味もだってあんまよく分かんないですね。いや、こちらの組長の方は、はい、亡くなったら入れてあげるよということで取っておいたみたい。あ、え、あのお墓に入れてあげるよっていうので。なるほど、なるほど。YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニータチを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。